じゃあ続いてまた遊戯王の対戦なんですけど、今回使うデッキのテーマの紹介をお願いします。はい、今回使うテーマはこれです。ブラックマジシャンガールデッキです。はい、じゃあブラックマジシャンガールデッキに対するのは、遊戯王の 5Ds 時代炎上ムクロが使ってたスピードキング星スカルフレイムです。でこのテーマデッキをもとにやっていきましょう。はい、いきます。最初はグーじゃんけんほい、効果もらいます。切られたな。はい、わかりました。一斉のでデュエル。手札からチョコマジシャンガールを召喚。はい、どうぞ。チョコマジシャンガールの効果を発動。手札から魔法使い族モンスターガガガマジシャンを墓地に送り、カードを1枚ドロー。はい、さらに手札からフィールド魔法魔法族の里を発動。さらにリバースカードを2枚セットし、ターンエンドだ。あ、俺の夢ってカードですね。はい、ではドローフェーズドロー、メインフェーズ入ります。はい、水木を通常召喚します。はい、カードを1枚セットします。もう1枚セットします。ターンエンドでどうぞ。ドロー、エンドで。エンドですか。はい、ではドローフェーズドローします。メインフェーズゾンビマスターを召喚。何かありますか。ないです。はい、じゃあ小月1枚でリンク召喚。リンク1リンクリボン。ターンエンドでどうぞ。チョコマシャンガールの効果を発動します。はい、魔導機リジョンを墓地に送ってカード1枚ドローします。はい、カード1枚セットです。はい、ターンエンドです。はい、ドローフェーズドロー。ヤミットタートルを通常召喚。右、ヤミットタートル通常召喚したいです。はい、はい、どうぞ。どうしたんですか。あー、すごい動きづらい。この伏せカードを警戒してる。ドローです。てかだから魔導機リジョンを通常召喚してます。はい、何かありますか。魔導機リジョンの効果を発動していいですか。はい、じゃあ魔導機リジョンをリリースして、はい、幻想の見習い魔導士をアドバンス召喚します。はい、魔導機リジョンの効果を発動。うん、それは困るね。魔法使いの通常モンスターブラックマジシャンを手札に加えます。ブラックマジシャンだ。さらに幻想の見習い魔導士の効果発動。このカードが召喚特殊召喚に成功した時、デッキからブラックマジシャンを1枚手札に加えます。デッキから2枚目のブラックマジシャンを手札に加えます。このブラックマジシャンがココイチでカレーを食べたらもらえるブラックマジシャンです。ココイチでカレーを食べた時にもらえるブラックマジシャンです。よく覚えておいてください。僕はこのブラックマジシャンを手に入れるためにカレーのチーズハンバーグカレーを何杯食べたことか知らない。カットリーです。チョコマジシャンガールの効果を発動ですね。まだ効果を発動しない。はいはい、どうぞ。手札の魔法使いを1枚捨てることによってカードが1枚ドローできる。はい、今手札に加えたブラックマジシャンを墓地に送ってカード1枚ドローします。頑張ってココイチでカレー食べたブラックマジシャンがもう墓地に行きます。そうですね、もう墓地に行きましたね。あれだけ食べたあのカレーは何だったのか。あなたは天体です。天体です。今天体ですが言いました。この人何ですか。今あなたは天体です。俺星ですか。カンダ。俺星ですか。いや、カンダですよ。あの天才ですよって言ったね。あなたは天体です。俺星ですか。ついに天体になったんですよ。もうそうしましょう。はい、どうぞ続けてください。ターンエンドです。はい、ドローフェーズドロー。バトルフェーズ入ります。いいですか。はい、バトルフェーズピラニットタートルでこの子に攻撃です。待ってください。はい、リバースカード聖なるバリアミラーコースを発動。じゃあチェーンでトラップカード発動します。リターンオブアンデッド、フィールド上にあるアンデッドカード1枚除外します。じゃあ今回ピラニットタート除外します。はい、除外をして、はい、で墓地から、アンデッド族を1体特殊召喚します。守備表示特殊召喚します。はい、はい、で墓地に行きます。はい、でリターンオブアンデッド解決しました。次にミラーフォースの効果の解決です。ゾンビマスターとインクリボーが。じゃあバトルフェーズは終了してターンエンドでどうぞ。はい、ドロー。チョコマジシャンガールの効果を発動します。手札のアップルマジシャンガールを墓地に送ってカード1枚ドローします。カード1枚セットしてターン終了です。はい、ではドローフェーズドロー。メインフェーズに入ります。カード1枚セット、もう1枚セットして、ゴズキじゃない、メズキを攻撃表示してターンエンド。ターンエンド。
はい。タイヌです。はい。じゃあドローフェーズドロー。メインフェーズに入って、安定します。何かやりますか？いえ、ないですね。じゃあ2体リリースします。スカルフレームをアドバンス召喚。はい。はい。じゃあ、その時ゴブリンゾンビの効果、フィールドから墓地に送られましたので、ミニゾンビ加えます。じゃあ、スカルフレームの効果、バーニングスカルヘッドを手札から特殊召喚します。バーニングスカルヘッドの特殊召喚時の効果、手札から特殊召喚で相手に1000ダメージを与えます。で、ターンエンドでどうぞ。ターンエンドの前に発動させていいですか？はい、どうぞ。マジシャンズナビゲートです。1の効果で手札からブラックマジシャン1体を特殊召喚します。ブラックマジシャンを特殊召喚します。はい。ブラックマジシャンガールを特殊召喚します。はい。もう1枚発動していいですか？ブラックバーニングマジックを発動します。もともとのカード名がブラックマジシャンとブラックマジシャンガールとなるモンスターがそれぞれ自分のフィールドに存在する場合に発動できます。はい、相手フィールドのカードを全て破壊します。で、エンドフェーズなんで、ごめんなさいです、はい。カードをドローします。チョコマジシャンガールの効果を発動します。はい。てかの魔法使い僕、ベリーマリシャンガールを墓地に送って、はい、カードを1枚ドローします。はい。ボトルフェーズに入ります。はい。ブラックマジシャンガールで、ポリガンに直接攻撃します。はい。さらに、幻想の見習い魔導士で、直接攻撃します。チョコマジシャンガールで、ポリガンに直接攻撃します。はい。ラスト、ブラックマジシャンで、ポリガンに直接攻撃します。はい、終わりました。終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。